3回戦を突破してきたという形でしたよね、はい、そうですね、はい、あここはまず飯坂、はい、バチンという音がここまで響いてきましたね、はい、1年生のうまさとあの 2年生3年生のうまさが非常に噛み合ってる非常に強いチームだということを試合前話していました。あここは強打打ち抜いていきました飯坂太郎、はい、はい、いや上手なんですよね、なんか1年生とは思えない落ち着きもありますよね、はい、ここは飯坂が、はい、弾き飛ばしていきました、いや吹っ飛ばしましたね、さあ16対16一歩も譲らない展開、ここで飯坂が前に上がってきました、過激がありますからね、あ飯坂が高い打点から打ち抜いていきます、はい、という声をかけていました、そうですね、いろんなことを試したい、わあここは高さがあります飯坂太郎、この3年生になって初めてこのコートに立ってこれまでの経験を生かしてプレーをしています、20点台に乗せてきたのは鎮西高校、3枚ブロックここも抜いていきました飯坂太郎、3年生の姿を1年生2年生は見ています、ただその前に立ちはだかる鎮西のエース飯坂太郎、決勝で涙を飲んだ鎮西高校、まずはその舞台に立ちたい、あ最後はブロックポイント、ただ無理をしてほしくないという気持ちはセッターにもあるでしょう、どう配球してくるか、バックアタック飯坂、これはすごいコースです、はい、飯坂君出ましたね、ミドルで来る、これを上げています、こうなるとエースの飯坂にボールは上がってブロック、つないだつないだ、ナイスフォローでした、チャンスボールだ、切り込んできたスリー、これもつなぐ、そして飯坂ここはプッシュでいく、セットポイントはコーナーっぽい、ここを飯坂が打ち抜いていきました、今日もここまでトスワークは光っています、ワンハンドよく上げました、ちょっと合いません、そして飯坂が来る、はい、ここも決め切った、やっぱりね、これをセッターに返って、そして飯坂ストレート、アンダーでのトスアップ、これは打って返すことはできません、さあチャンスボールは高台福井です、フロント3枚バックアタック、もう一度使ってくる、これをただまた上げて飯坂が来ます、これですよ、ガッツポーズが出ました、バックアタック11点目、落としてしまうぐらいの喜びようでした、さあ2点リードに変わった、こうなるとバックアタック、そして迎える角のサーブ、飯坂のスパイクはクロス、いいスパイクですね今のは、これもつながった、これもつながった、右手を出したのは山本です、バックアタックだ、ここはあと一歩及びませんでした、さあ飯坂開いて待っている、今度は飯坂が切り込んできた、ここはブロック1枚に剥がしました、飯坂フロントまでは鎮西はあと2つローテーションを回す必要があります、まずはこの1本バックライト、これも繋いでいる、執念のつなぎ、バックアタックが来た、ネットインになる、バックアタック自ら決めて、さあフロントに上がってくるぞ鎮西、
ここはそこに上がってくる。はい、これ森下監督。山本君のチームっていうような印象でしたけど、はい、まあ、どん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 こうチームの成熟とかね増してってね、いろんな選手が活躍しますよね。そうですね、はい、前は3枚ブロック。今日再三流れを呼び寄せたブロックポイント、今日12本目のブロックポイントはチームを決勝に導く大きな壁でした。